はい。始めます。おはようございます。おはようございます。ますえっと、ちょっと大きめの声だし、緊張をほぐしてるんですけども。<laughs> えっと、はい。じゃあ、早速、えっと、土曜日の朝から集まっていただいてありがとうございます。発表を始めます。事業の試行錯誤を支える行動を捨てやすくしてシ,ンプルシステムをシンプルに保つ設計特風というタイトルで発表します。お願いします。自己紹介です。松村和樹と言いまして、えっと、和樹の下の2文字を取ってズッキーと、まあ、あのインターネット上でも 会社でもそう呼ばれているので、ぜひそういうふうに覚えていただければ嬉しいなと思ってます。4年前ですね、ちょうど2020年の1月に、えっ、ー、と、スタディストという会社に入って、ハンクラっていう小売企業向けの新規事業、ハンクラの、えー、と立ち上げのリードエンジニアとして入ったんですけども、まあ今はプレイングマネージャーみたいなことをやりつつ、プロダクトマネージャーみたいなのを兼任しているっていう感じで仕事してます。早速なんですけども、 新規事業にアサインされてウェブアプリケーションを作ることになりましたと皆さん Ruby on Rails を採用しますかっていうところで、まあ、ここにいる人たちはみんな結構 Ruby on Rails が上位に入る人たちなんじゃないかなというふうに期待してるんですけどもまあ当時を思い出して振り返ってみると、まあ、少人数で開発生産性が高くできるよねとかあったりとかまあ法ー企業向けなんでこう爆発的に想定以上に SNS でバズったりしてトラフィックが伸びる可能性はあんまなさそうだよねとか まあ会社のプロダクトで、まあ、レイルズが他に使われてて、まあ、人の追加とかスワップがまあ簡単そうだなとか、まあ、僕自身が慣れてて好きなフレームワークがレイルズだなとか、いうことを思って、えっと、Ruby on Rails を選びました。特に、その中でも、スピード感を持って、こう、事業の試行錯誤を支えることができるんじゃないかな。まあ、特に少人数、まだ、今も、今現在も4名,4名ぐらいの規模なんですけれども、僕含めて。 まあそれでも高い生産性を持って事業を前に進められることができるんじゃないかなっていう期待を持って r u b ン on Rails を選びました。じゃあ実際どうだったのかっていうのを軽く、えー、っとその当時を振り返って初期の時を振り返って考えてみると、まあ、プロダクト僕らの開発の進め方はプロダクトのコンセプトに共感してくれて実際に現場で利用してくださる顧客を、まあ、パイロット顧客とか呼んでるんですけど、まあ、それを2、3社見つけて まあ、この人たちのために、この人たちの業務を楽にするために開発していくぞっていうふうに思ってですね、開発を始めてました。で、えっと、まあ、まだプロダクトの初期なんて全然機能足りてないんですよね。機能足りてない中でも、まあ、そのコンセプトに共感してくれて実業務で使ってもらえるっていうところは、まあ、貴重なフィードバックを得られる良い機会があったりとか、まあ、実際に楽になったよっていう嬉しい声をいただいたりとか、 まああの、一番嬉しいのが売上が立つってことなんですけど、売上が立つみたいなのもあって、まあそういう進め方をしてましたと。まあただ、まあそういう人たちからは、まあプロダクトはまだまだこれからなわけなんで、どちらかというと継続的な、まあつまりスピードの速い進化、機能追加を期待されてるっていうところが大きいんじゃないかなと思っていて、まあただ一方で、まあそういう要望をたくさんあげてくださるお客さん自身も、まあ私たち自身もその機能が まあその業務が本当に未来英語続くかどうかは分からないと。まあそういう中で開発を進める必要があるっていうのが、まあ、新規事業は特に、特に新規事業の初期の開発のことだったんじゃないかなというふうに思ってます。まあ方針転換をする、まあ、試行錯誤をするっていうことなんですけど、まあそれはまあ良いことで基本的には。で回数をこなして事業をどんどん前に進めたいなっていう思いがあると。ただ、 まあ、そういうふうに要望を、まあ何でもかんでも作り込んでいって、まあそれをそのまま残してたら、まあ方針転換に対応できなくなるときってきますよね、と。まあそういう不安がある中で、まあじゃあそこに対応していきたいよねっていうところで、新規事業に、こう、のシステムにですね、求められるソフトウェアの特性っていうと、まあ試しに実装してみてダメだったら簡単にやめられる。徐々に変えていきたいじゃなくて、方針転換なんで、もう、 ドラスティックに劇的に変えることができるっていうのが、まあ、そのシステムに求められる特性なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、そういうのを実現したいじゃあどうすればいいんだろうっていっていろいろ調べましたが、まあ、変化に強いソフトウェアを作るために、まあ、検索したらこうなんかソリッドの原則とか結合度業種度 d DD d 進化的訳的ちゃうみたいなこうちょっとまあ言ってしまうと小難しいことがいっぱい出てきて、まあ、それめちゃくちゃ勉強になるなと思っていろいろ読んではいるもののこれをチームのメンバーとか えっと、に共有する、教育するっていうのは、かなり時間がかかるなというのが悩みでしたで。営業とかカスタマーサクセスのチームを含めた場で、まあこれをやってるんだっていうのを伝えようとしても、なかなか伝わるのが難しいと。まあもう少しシンプルに捉えて、えっと、やめることが必要なんだったら、まあコードとか機能を捨てやすくしたいんだよね。まあ単純にやりたいことってそこなんだよね。で、システムをシンプルに保ちたいんだよねっていうところを、えっと、に着、着して、 まあそういうふうにするにはどうすればいいんだろうっていう工夫とか設計の話を今日したいなと思っているという感じでございます。で、事業のためとかをずっと言ってきたんですけど、コードや機能を捨てるっていうのは、まあ事業だけのためじゃないんですよね。あの、ツイッター、あ、X ですね。えー、から、えっ、ー、と、ポストを持ってきたんですけど、あの、この方のおばあちゃんのためにですね、えっ、ー、と、普段使わない機能を全部テープでぐるぐる巻きにしたリモートコントローラーを提供するみたいな。 こういうのがあって、まあ、あの、不要な機能は残ってても利用者は、こう、本当に本来享受したかった、その役割みたいなのを享受できない。つまり、えっと、残してても顧客のためにならないっていうのがあって、ま、構造とか機能を削除するっていうのは、えっと、ま、事業のためだけじゃなく顧客のためにもあるんだよなっていうところを、ま、前提に考えていきたいなと思ってます。ま、ちょっと今回は、ま、そういう僕たちが、 あの、経験してきたコードや機能の事例を紹介して、まあ、そこにある tips みたいなのをまあ紹介したいなと思っているんですけど、まあ、その前にちょっとだけ軽く対象のソフトウェア、つまりハンクラっていうプロダクトについて簡単に紹介させてください。ハンクラは遠隔地に複数店舗を運営している小売企業向けに、えー、提供しているプロダクトで、まあ、本部から店舗に作業指示を配信して、まあ、店舗がまあその作業状況であったり商品の棚の画像とかを返してもらって、 まあそうすると本部の方は、こう、店舗に赴かなくても、まあ、現場の状況がわかりますよと。まあ、まだ、えっと、で、もしできたんだったら OK。もしかできなかったら NG で。NG だったら、まあ、それってなんでダメだったんだっけっていう方はわかって、まあ、そうすると、まあ、次に指示するときにそれを改善して指示できるよねっていう。まあ、そうすることで企業がうまく回っていくよね、みたいなことを、まあ、補助するサービスになってます。で、まあ、右上にある通り、えっと、本部と店舗の方の別の画面を用意してて、 本部と店舗の方向けには、ビュージョブ .js で作った、えっ、ー、と、spa で配信してて、そこが叩く API のサーバーとして、Rails を使ってたりとか、非同期ジョブを、えっ、ー、と、動かす基盤として、Rails で、えっ、ー、と、コードを書いているっていう感じになってます。で、事例の一つ目が、まあそういう指示ですね、施策って僕らは呼んでるんですけど、の統計情報とかを、サマリー情報とかを見たいよねっていうお客さんが、まあいらっしゃると。まあで、まあ、データが溜まっていくとですね、システムに。 まあ、いい感じにそれを見たいっていう要求は、まあ、あるあるだと思ってます。で、まあ、今回僕らのハンクラについては、試作について、まあ、店舗群がどのように反応したいかっていうのを、まあ、リアルタイムなのか、えっ、ー、と、まあ、まとめてなのかで見てみたいよねっていうふうに言われました。シンプルに考えると、まあ、これちょっとめちゃくちゃ簡単な図なんですけど、ちょっと見づらかったら申し訳ないです。えっと、右上に試作っていうスキームっていうテーブルがあって、で、 まあ、店舗、左上の店舗が、まあ、その、えっ、ー、と、作業状況をエビデンスとして送ってきて、まあ、それをサマリー、サマって、施策サマリーっていうテーブルを作って、その施策サマリーっていうテーブルを、まあ、呼び込んでですね、えっ、ー、と、グラフであったりとか、表であったりとかを、まあ、出せばいいやろうって。まあ、簡単に言うと、そういうことを考えるわけなんですよね。まあ、で、えっ、ー、と、店舗がエビデンスを提出してきて、えっ、ー、と、エビデンスをクリエイトするんですけど、まあ、それの非同期的に、えっ、ー、と、そのスキームサマリーを、 まあ、アップデートする、更新するジョブを延期して、まあ、非同期的にサマリーが計算されると。で、まあ、その計算されたサマリーを、まあ、グラフによって本部画面では表示したい。まあ、めちゃくちゃ単純に言うとそんな感じだと思ってます。ねまあ、サマリの、サマリを参照するような API で言うと、まあ、こういうスピームサマリーがあって、まあ、単純にレストの API があって、まあ、僕らは、なんかその、モデルを、 ジェイソンにするためにシリアライザーみたいな層があったりするんですけど、まあこういう感じのものを作るよねっていうイメージが湧きます。ただ、まあそんな単純な話ではなくて、こういうなんか統計情報とかをまあ見せたいっていうときに、閲覧する人、まあつまりなんか商品が売れる売り上げに対して責任を持ってる人と、店舗が健全にこう運営されてることに責任を持つ人によって見たい情報って異なったりとか、まあ、タイムライン的に見ると、 その作業を実施中に、まあ、店舗に対して、例えば、えっと、欲しい商品が届いてないであったりとか、っていう時に緊急対応する必要があるっていう場合、もしくは、まあ、終了後に売上実績と比較して、なんかこう評価したいんだよねっていうお客さんがいたりとかして、まあ、結構その見たい情報っていうのは、えっと、人とタイミングによってバラバラですと。で、そういう時に対して、まあ、どういうふうにするかっていうと、まあ、一つのグラフでこうゴリゴリっと見えるようにするんじゃなくて、やっぱりその人、 タイミングによっていいところに画面を用意してあげるっていうのがまあやりたいやってあげたいことだと思うんですよねじゃあどう実現するのがいいのかっていうとまあ一個の例としてはまあこうスキームサマリーっていうテーブルが一個ごそっと大きいテーブルがあってせめてが入ったテーブルに対して、まあ、プログレス、えー、と実地状況とか、まあ、統計情報とかあとはセールスレポートってこう売り上げと、まあ、ちょっと紐付けたようなテーブルあの 本当、API を用意してあげて、まあ、それぞれの画面でそれぞれの API 叩くみたいな、こう、ことが考えられて、まあスピ、すべてが入ったサマリから、まあ、それぞれの利用箇所で必要なデータを取ってくると。まあ、こういうのをイメージ、まあ、できるんじゃないかなと思いますと。例えば、じゃあそういうときに、まあ、実は売上系のデータって、顧客の基盤の基幹システムから落として、まあ、なんか、Excel で、こう、いろいろ、こう、 好きにいじくれた方がいいから、まあ、この画面いらないわっていうことを言われることって、まあ、あるんですよね。あ,あ、いらんかったかって思うんですけど、まあ、その時ってこのスキームサマリーっていうこう、たくさんいろんなデータが入っているテーブルから、まあ、じゃあいらなくなったカラムどれかなっていうふうに消して、で、その、それをこう、計算するジョブのロジックを消してっていうところをやって、まあ、そうするとどういうことが起こるかっていうと、ま、ま、この単純な3つだったら簡単なんですけど、まあ、実は他のところでこのカラム使ってたわ。 って言って、テストが落ちたりとかして、いや、これ本当に、このロジック消してよかったんだっけみたいなことが、まあ、わからなくなると、まあ。そうすると、まあ、これ実は、なんか、後から、これいら、今いらなくなっても、後から他のところで使いたくなるんじゃないって,って削除をやめるっていう意思決定をするケースもあると思うんですね。で、僕らはそういうことが嫌なので、もう、まあ、単純に、あの、その、 使用用途ごとにテーブルを用意するっていうふうなことを推奨してたりします。まあ全てが全てじゃないんですけど、まあそういうことをしてます。まあ、そうすると、まあこういう感じのなんかこう、ね、えっ、ー、と、データのフローになるんですけど、まあそれは置いといて、えっ、ー、と、まあ同じように売上系のデータはいらないよって言われたときに、まあこの右側のこの四角、大きい四角の中の、まあテーブルとこのファイルですね、セールスレポートっていう文字列が入ったファイルを全て、まあスペックも含めてですね、 すべて削除すれば、まあ、綺麗になかったことになると。で、他の、えっ、ー、と、コントローラーとか、他の機能に何の影響も及ぼすことがないと、綺麗に消せますよねっていうところを持ってます。まあ、なんか、レールズって、まあ、アクティブレコードが、まあ、一番中心にあると思うんですけど、まあ、つまりそれってテーブルと、まあ、一対一、ほぼ一対一で繋がっていて、まあ、一つのテーブルを使い回すんじゃなくて、用途に対してテーブルを作って、 素直に作ることができれば、そのテーブルを削除したら更新系とか、その参照しているところの、えファイル、そのもの自体を、まあファイル一括で消せるということができるんで、えっと、ファイルディレクトリ単位で削除できるとすると、まあ影響範囲とか考慮漏れのリスクが、まあ少なくなるよね。削除のハードルを下げられるよね、っていうことを、まあ言ってます。事例、二つ目ですね。 小売企業だけじゃなくてメーカー企業にも実施結果を共有したい商品がこう店頭に,店頭にこう思った通りに並んでいるかどうかってメーカーの人も見たいんですよね、まあ、作ってるんで、まあ、それがこう思ったように、えー、と消費者の手に届いているかっていうのはまあ見たいとで各施策について閲覧したい情報はほとんど小売企業の人と一緒なんですよねってこう言われてなるほど一緒なんですねっていうふうに言いますとで メーカー企業は、まあ、実店舗にこう、おもむいてですね、商品の自信率情報をチェックしたりとか、並べ方を、まあ、小売企業の人じゃないのに、勝手にこう、棚をいじくったりする人みたいなのが、まあ、役割の人も存在するらしくて、ああ、なるほど、そういう人も、ま、救ってあげたいですよね、みたいな話をこう、ま、商談の場でするわけですね。まあ、じゃあ作りましょうかと。あと、次に、え、でも結構大変だよな、と思うわけなんですよ。あ、でも思いついたと。リテイラーズっていう、こう、あの、み、ちょっと見,見づらいかもしれないですけど、リテイラーズっていうテーブルがあって、 企業テーブルなんですけど、そこにフラグとかタイプみたいなのを作って、企業種別で小売企業、メーカー企業みたいなのをつけて、画面上ではこの種別ごとに情報を適宜出し分けてあげればいいじゃん。小売本部のユーザーとメーカーのユーザーでテーブルとか認証のロジックは共有して省エネできるじゃんみたいなことを思う。ですよね。まあ、これはカラも一1個追加するだけでシンプルかなと思うんですけど。 まあもう一つの選択肢としては、まあメーカーはめまあリテイラーズっていう画面に、あのテーブルにタイプをつけてそこにメーカーが入るとはどういうことだというところで、まあ氷と同じようなテーブルをメ,メーカーのためにも作って、まあ認証画面もそれぞれ別で作ってっていうことを考えられると。まあ僕があのさっきの事例で待ったとおり、どっちを選ぶかっていうのは、まあ結構もう想像ができると思うんですけど、まあこれの二つを考えてて、まあ、まあ 僕らは下を使い、えっと、2個目を選びましたが、まあ、どういうことが起こるかっていうところを言います。そして1年後にメーカー向け画面やっぱりいりませんでしたって言われました。メーカー企業を巻き込んだら、ステークホルダーがたくさん増えてしまって、逆に事業のスピードが落ちちゃったんだよね。NDA を両者と結んで、こう、ちょうどいい新商品が出たタイミングから、まあ、ちょっと使ってみたら、まあ、なんか効果実感しやすいよね。そうすると、小売企業単体で、あの、相対してたよりも、まあ、導入のリードタイムが、 えっと、かなり増えてですね、事業が全然前に進まなくなっちゃったんだよね。だからメーカー画面やめたいんだよねって言われますと。そもそも一番やりたかったことって、小売企業の実行力向上なんで、メーカーあんまりいらないかもみたいなことを言われるというか、まあ、僕らがあ、まあ、そうだよねって話になりますと。でももうその時にはですね、えっと、ほとんど見るものは同じってメーカーの人は言ってたんですけども、まあ、そんなはずはないと。甘すぎて、 小売りだけ、メーカーだけに表示したものがたくさんあったと。で、もし、まあその1個目の選択肢を取ってたら、こう絡む企業別で分けてたらですね、こうまあ、僕らはビューを使ってるんで、こう、vif、リテーラー、is、リテーラーみたいなのがこう、たくさんドットビューファイルの中にあってですね、これを一つ一つ検索して削除していくのはかなり辛いと。まあ、確実に削除漏れが発生しますよねっていうふうに思うと。まあ、特にこういうふうになんかこう、絡むとかで えー、分岐をさせているとですね、どこにしわ寄せが来るっていうかっていうと、まあ、ビューとかシリアルライドの、まあ、表示を司る部分に、どんどん分岐が増えていくよねっていうのが、まあ、経験上あります。まあ、そういうのを、まあ、こういうふうに完全に別に作ってたらですね、まあ、防ぐことがある程度できるかなと思っていて、もう、えっと、今回は、まあ、メーカーの関連の画面、 コードを、まあ、ディレクトリとかファイルごと、まあ、これメーカーが付いてる。ちょっと見づらいと思うんですけど、メーカーっていう単語が入ってるファイルとかディレクトリをもう、ごそっと、ごそっと消すことに成功しましたと。まあ、表示部分も含めて、ちょっと冗長だなと思ってても、別々に作ってれば、まあ、この単位で削除することができるんですよね。で、結果が、まあ、ちょっとこれも若干もしかしたら後ろに見づらいかもしれないですけど、まあ、12000行の、まあ、あの、マイナスの DIF のある、 そんなに大きくもないですけど、1年なんで。えっ、ー、と、変更ですと。まあ、で、これ下見たらわかる通りで、えっ、ー、と、データベースのマイグレーションファイル以外は、まあ、えっ、ー、と、メーカーっていう文字列が全てなくなりましたよねっていう、ま、ディフ、あの、当時のディフなんですけど、スクリーンショットなんですけど、まあ、こんな感じでですね、ごそっと消すことができると。で、ここで何が言いたかったかっていうと、えっ、ー、と、 削除するっていうのを大前提に、削除する可能性ありそうだなっていうのを大前提に設計するとですね、そもそも混ぜるな危険なものを混ぜない。目的ごちゃ混ぜのサマリのテーブルを作ったりとか、リテーラーズって氷企業の、えっと、企業テーブルに、なんかこう、氷、メーカーのカラムを作ったりとか、そういう混ぜるな危険なものを混ぜないっていう判断ができます。 で、短期的にこう記述量が少なく見えて、まあ、早そう。例えば、カラムを1個追加するだけの方が楽そうだよねって思っても、削除まで考えると実は遅かったりするっていうのが、まあ、往々にしてあるんじゃないかなと思ってます。分けるべき概念を、コードの分岐を増やさずにこう、根っこから、ファイルから分けると。で、上調に見えることもあるんですけど、その分岐が増えそうであれば、まあ、一旦疑ってみるみたいなことを考えるのが、まあ、削除を前提に設計するっていうことなんじゃないかなと思ってて、まあ、削除することを織り込んでおけば、まあ、こうなんか、 例えばさっきの DDD みたいなその,の話で言うとそこで考えているとリテイラーズの画面にメーカーの情報を持たせるみたいなことは絶対しないわけなんですよね。まあそういう設計手法のエッセンスはまあ取り入れられてるんじゃないかなみたいなふうにこう振り返っていると思いますと。なるほどと。まあそういうふうに削除を前提に設計すればいいんだなっていうのが分かった。なるほど。削除しやすい設計は分かりましたと。じゃああとはこれを使ってやっていくだけですねっていうふうに思うんですけど。 まあ、ビズっていうか営業とかカスタマー作成の人から言われるんですね。え、せっかく作ったもの壊すんですかまあ、別のお客さんが使うかもしれないから、まあ、残しておいた方がいいのではっていうふうに言われて、なるほどって思うわけですね。で、まあ、確かにそうで、まあ、たとえこう、機能とか画面が、まあ、今使われてなくてお客さんに価値を提供できてなくても、まあ、コかけたもの、まあ、サコストをかかっているものを、 まあ削除するっていう意思決定をすることってなかなか難しいんですよ、人間には。まあ、損失回避バイアスとか言われたりするんですけれども。なんで、で、えっと、開発者だけなんですね、そのシステムな、複雑なシステムをメンテナンスするコストとか、まあ、機能追加の時に、いや、こういう背景があって難しいんだよな、っていうのを、もやもや考える、考えることができるのは開発者だけなんで、で、開発者がこう、 この機能削除したいんだよね。使われてないでしょって言い続けても、まあ、それ言うだけでは削除は進まないっていうのは、まあ、経験上あるかなと思っていて、意思決定を促す工夫とか、まあ、そういう、こう、後押し、背中を押すっていうことは、えっ、ー、と、開発者からアプローチできることがいくつかあるんじゃないかなと思ってます。そういう工夫を、まあ、3つぐらい紹介したいなと思ってて、まず1つ目が、 あの、聞いたこともある方いると思うんですけど、フィーチャーフラグっていう、まあ、手法ですね。まあ、あの、これはよく使われるのは機能のオンオフを切り替える手法なんですけど、まあ、AB テストであったりとか、まあ、限定的な段階的なリリースをすると、まあ、徐々に徐々に、えっと、機能をリリースするときに、徐々に徐々にこう、この機能が使えるユーザーとか企業、あの、単位を増やしていくっていうふうにすることがあると思うんですけど、まあ、ハンクラでは、企業ごとに機能のオンオフができるようにするということをやってまして、 特定の企業に出してみて反応を見ると。なこれ本当に使われるんかなこの業務に対してこの機能でよかったんだっけなみたいなことを思うときに、じゃあまあフィーチャーフラグつけて一回リリースしてみましょうかみたいなコミュニケーションを取ることがありますと。と、まあ、そうすると影響を抑えられるんで、まあ、比較的気軽に機能の出し入れができると。出して戻すことができると。ただ、まあこれ結構便利なんですけど、まあ一つ注意点があって、フィーチャーフラグを えっと、ダメだったらちゃんと削除する。もしくは、良さそうだったら、積極的に全体に公開するっていうことを、運用として、えっと、まあ、期待値調整してるのが必要で、まあ、これなぜかというと、フィーチャーフラグを、ま、使いまくって、フィーチャーが増えていくと、まあ、結局どこにしわ寄せが来るかっていうと、えっと、その、先ほどもあった通り、ビューとか、その、えー、っと、閲覧する側にしわ寄せが来るので、まあ、そのフィーチャーが、しかも、 いくつかのフィーチャーがこんがらかって、どれが今、どの顧客に出てたんでっけっていうのがわからなくなるみたいな問題があって、逆にシステムは複雑化してしまうので、まあ、そういうふうにダメだったら削除する、良さそうだったら全体に公開するっていうのを、まあ運用前提としてやるのが、まあ、これいいんじゃないかなというふうに思ってます。二つ目が、えっと、開発着手前、開発の設計前にミニスペックっていうのを用意して、まあ期待値を調整するっていうのは、 僕らがやっているいいやり方で、ミニスペック聞いたことある方、聞いたことない方いらっしゃると思うんですけど、まあ、使用書じゃなくて、使用案みたいなものです。で、まあ、解決すべき課題、お客さん、こういうお客さんのこういう課題を解決したいんだよね、であったりとか、まあ、その規模感ってどのぐらいになりそうなのかな、みたいなのを、ま事前にある程度把握しておくことによって、えっ、ー、と、開発に着手する、仕様を書く前に、まあ、それ、えっ、ー、と、必要な情報を揃えておく。 まあ一つのドキュメントにしておくっていうものなんですけど、まあその中に KPI っていう項目を用意しておきます。で、まあ、そこにはどういうものが入るかっていうと、まあ、活用度であったりとか、この機能をリリースした後に何ヶ月後にどのぐらいのパーセンテージのユーザーに届いていて、どのぐらい使われるのかみたいなところをまあ設定しておくと。まあそうすることによって、まあその、まあ例えばじゃあ3ヶ月後にどうなってるっていうことを書くことによって、まあ、思った通りにいかなかった通りに、時に取るアクションまで決めておくんですよね。 例えば、えっ、ー、と、まあ、いきなり削除をすることはないと思うんですけど、えっ、ー、と、お客さんにヒアリングしてみて、えっ、ー、と、なんかこう、思ってたような機能じゃなかったみたいなのとかあったりとか、いや、これ実はいらないんだよねっていう話がされて、まあ、その後に削除するみたいな感じになったりとか、まあ、そういうことをすることによって、まあ、こう出して放置みたいなことをやらないっていうことが、ま、重要なんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、これをやるためにですね、もう一つやってほ、やっておいたほうがいいことがあって、 と、利用状況とかを、閲覧状況を誰でも、まあ、開発者だけじゃなく、まあ、事業のメンバーが把握できるようにするっていうのはやっておくべきことなんじゃないかなと思ってます。ハンクラでは、リダッシュっていうあの BI ツールがあって、まあ、ログとデータベースをまあ統合して、各機能とか画面の、えっと、利用状況を誰でも把握できるようにしてます。で、まあ、思ったように利用されてるかみたいなのをチェックして、まあ、されてなければ顧客にヒアリングしてみるみたいなのをこう進めてみると。 まあ実は、まあなんかこう、リリースされたということ自体が知られてないこともあったりとか、えっと、機能自体は知ってるんだけど、どう使ったらいいか分からなくて、使ってなかったみたいなことを言うお客さんもたくさんいて、まあそういうふうに、まあ、この機能が使われてるか使われてないか、使われてないんだったら、なぜ使われてないのかみたいな、定量と訂正の情報を集めて、 その中で削除するのか、もしくはもうちょっと手を入れてみるのか、みたいな意思決定の、まず意思決定の土台に乗せることができるっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思ってますと。まあなんかこういうふうにしてですね、えっと、開発者からえっと削除をするかもしれないみたいなところの <coughs>、えっと、意思決定を後押しするっていうことができるんじゃないかなと思ってます。まとめですね。 と授業の初期は、まあ、試行錯誤の回数を増やすためにコードや機能は積極的に削除していきたいですよね。レールズにおいてはコード削除するには、まあ、テーブルごとに情報を分けたりとかして、まあ、閲覧側に文献を極力入れずに、まあ、ごそっと削除するっていうのが、まあ、考え、考えたいことですよね。<laughs> 捨てる意思決定の背中を押す雰囲気を作るのも ただ単に行動とかを削除するだけじゃなくて捨てる雰囲気を作ることも開発の仕事の一つなんですよってことを言いたかったです。はい。レールズでスピード感を持って授業を前に進めていきましょう。以上です。発表ありがとうございました。